こんにちは、竹村です。ウェブサイトの方は、なんとか、もう一件落着みたいな感じです。僕が払った2万円はもう返ってこないものとして。で、クライアントさんが払った20万円ほどの金額の方は、まあ、もう、訴えるかどうか、もう好きにしてくださいって。あと、まあ、支払って20万円の代わりに、まあ、僕が、ウェブ管理しますって言って、それで納めていただきました。あとは、クライアントさんが警察に言うていくかどうかは、まあ、ご自由にしてくださいっていうことで。それから、ですね、昔やってた遊びのお話をさせていただきたいと思います。今の子は、コマ回しとかで遊ぶんですかね。昔、ファミコンもなかった時代、そうですね、ゲームセンターぐらいしかなかった時代に、よく遊んでた、お正月前後で遊んでた遊びなんですけれども、コマを持ってきて、学校にですね、で、コマで戦うっていう、その遊びをよくやってました。それが、だんだん、こう、みんなエスカレートしていって、絶縁テープでコマ巻くようになってきて、こう、コマに重量感を持たして、コマがぶつかっても、その軽量のコマは弾き飛ばされて負けるっていう、そういう風にエスカレートしていたんですが、ある日、めっちゃくちゃ強いコマが出てきたんですね。こう、ガムテープでぐるぐる巻きにしてるんですけれども、僕もガムテープでぐるぐる巻きにしてるんですけれども、勝てないんですよね。みんな勝たれへんから、なんでそんなコマ強いって、まあ、突き詰めたら、実は禁止されていた鉄駒だったんですね。周りが鉄でできていて、めっちゃ重量あるんですね。それはみんな持ってきたらダメやって、言ってたんですけれども、そいつはそれ違反して、鉄駒持ってきてたんで、もう、駒のゲームには参加させないっていう、まあそんなトラブルもありの。で、一番面白かったのは、その鉄駒に上から原爆落としや言うて、上から駒ボカーンぶつけられたら、みんな駒ぺっちゃんこになって、潰れてましたすいません。よければコマで戦うゲームもちょっとお正月やってみてください。今日はまたスープなんですけれども、クノールさん、ポッカ札幌さんのこんがりパンっていう、濃厚チェダーチーズのクリームシチュー、ちょっとこの系列いっぱい買ってきたんで、ちょっと続きます。すいません。ポッカ札幌さんのこんがりパン、冬季限定ですね、クリームシチュー風スープです。こんがりパンいうことでパンが入ってるんですかね。約1分で出来上がりみたいな感じです。で、こちらが原材料になるんですけれども、ちょっと多いんで読み飛ばします。うまそうですね。カロリーは1カップあたり119キロカロリーです。これはもうダイレクトに入っちゃってるんですかね。ああ、お湯入れたらそのままで OK な感じで。おお、野菜も入ってますね。フリーズドライっていうやつなんですかね。ちょっとお湯入れて、はい、お湯を入れてきて約、そうですね、1分なんですけれども、こんな感じで出来上がりました。ブロッコリーとか人参が入っているんですね。これは何やろ、人参ですかね。で、ブロッコリーですね。割にブロッコリーがちっちゃいですね。でもなんかちゃんと野菜らしくなってて、トロトロで、これがパンなんですけれども、うん、ふわふわですね。いい感じです。それでは、クリームシチュー風スープですね、お味の方チェックしてみたいと思います。うん、おいしい。ホワイトクリームシチューですかね。で、ちょっとだけなんか、コンソメじゃないわ。なんでしたっけ？マギーブイヨン的な、味も、ありの、それから、あとは、チーズの隠し味がして、美味しいです。ちょっとパンのところ、ちょっといただいてみます。あ、パンも絶妙にうまいですね。パンが、結構入ってるんですけれども、追加で自分で食パン買ってきて、こうつけて食べたいところですね。めっちゃ美味しいです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。